量のお話なんですけど生、ね、き、まあ、量の話っていうのもねいろんなのがあります。でもねこうちょっと変わった、うん、タイプの生き量のこれはお話なんですね、えー。私がこの方から話を聞いたのはもう34年も前になるんでそうですね で今からもう40年近く前の出来事なのかなと思うんですけれども18歳で自衛隊に入った仮のお名前敏行さんという男性がいました敏行さんねたった10ヶ月で自衛隊辞めちゃったんです自衛隊といえばね昨今もねいろいろ事件がありましたね話題になりました社会問題になりましたよしかしねだいぶ ええ、現代の方がマシなんじゃないでしょうか今から四十年ぐらい前のその頃ですねまあどうなったんでしょうね舞台によるんですか中途地によるんでしょうか年行さんがいたところはねいじめが横行していたで年行さんねターゲットになっちゃったでそしたらねまあとにかくねいびられるいびられる毎日毎日 叱責は受けるし同僚からもいろいろいじられるでもつらくてつらくてねで体力的にもきつかったあんまりこう頑健な立ちではなかったんですね自衛隊に向いていたか向いてなかったかっていうと、まあ、向いてなかったんでしょうねでまあね最後の半年ぐらいは地獄です 精神的ににもね完全に病んんででいたんでしょうねしかし医者に診てもらうでもないからどんどん悪くなる眠れないんですね食べらんないんです食べても戻しちゃう,うみるみる痩せてきてね体力が落ちるみんなについていけないそうするとまたいじめられるわけです彼はとうとうね死のうかなと思うよ。 で、えー、その晩です。夕飯に食べたものをまたね夜ごっそり便所に行って全部吐いてしまった。でまあ情けないやらね、まあ、苦しいやら気持ち悪いやらでもうね涙がねボロ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 流れてきてこうねんで泣いてるのかもわからない。 ででもそそその頃はねううういうことがよくあったそうです悲しいのかね悔しいのかねもうとにかく辛くてたまらない泣けて泣けて仕方がないで口元拭きましてでねトイレからねもうね個室から出る気力もない汚いんですけどねそんなことすらもう気遣う余裕もなくて。 床にへたり込んでまあ便座の蓋に頭を乗せてぐったりした。ああ今夜ここでもう死んじゃおうかなと彼は思ったとその途端頭の奥がずーんと暗くなりました。 すーんと暗くなって、何か後ろからぎゅーっとこううなじを引っ張られるような感じがした。で、次の瞬間、彼はね、実家のお茶の間にいました。遅い晩ご飯を家族みんなで食べている。こうこうと明かりがついて、なんか茶舞台かなんか出しちゃって、 テレビついてる。テレビではね、今人気の漫才コンビが何かこう漫才やってる。妹がゲラゲラ笑っていて、お父さんがお母さんに、ママ狩りの鈴木出さんのなんていう。と、お母さんがおに言葉で、自分で出したらみたいなことを言う。あ、私ね、文章の方では、 岡山弁でこれを書きました再演ができないのでちょっとえ東京弁で言っちゃいますけど自分で出せばみたいなことをお母さん言いましてとねお父さんがね「面倒くせえ」みたいなことを言い返すでお母さんがね「しょうがないわね」立ち上がってで「ゆきさんと目が合った」あ「あ何してんの どうしてここにいるの何暗号がと言う「自衛隊どうした?」とお母さんが彼を叱るしかしみるみるお母さんが悲しそうな顔つきになって「どうしたのそんなに痩せて大丈夫か?年ゆき」と話しかけて「おふくろ!」と言って敏行さんまただ と涙をあふれさした「あんなもうれレデレ,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 レもうとてもつらいんだ」で「でもうもうねダメだともうえん」というふうなことを言いまして「帰りたい」というふうに言うお母さんの方では「何があったんだ」年き「敏行敏行」「敏行さん答えようとしてそのたまたふーっと 頭の芯が暗くなって視界がシューッと小さく縮んで真っ暗になったと思ったら次の瞬間元のようにトイレの個室の床にへたり込んでいた「あれ今のはなんだ今僕実家にいたよな」「えどういうことだ?」と思った。 翌日実家に電話をかけて驚きました電話口にお母さんが出て「敏行きどうしたの?」と「第一声です」「なんで昨日の夜急に帰ってきたの?」「えじゃああれは幻覚じゃなかったのか?」 と年行さん思ったそれで涙ながらにお母さんに今とても辛いんだいじめられてるんだというようなことを打ち明けましてそして自衛隊をやめてご実家の方に戻られたということなんですね実家に戻ってもう一度詳しくお母さんにあの晩のことを尋ねてみたら お母さんたちいつものようにまあ一般のご家庭よりやや遅いたぶんね9時か10時ごろか夕ご飯食べていたそしたらそのお茶の間に突然とゆきさんが現れたんだそうですそれに気が付いたのはお母さんだけでしたでもね紛れもなくゆきさんでした急に茶豚台のそばに現れて 泣いて喋っていててっる生きている普通の敏行さんそのまんまだったそうです別に幽霊のように足が消えてるとか白っぽい影みたいとか透き通ってるとかそんなこともないでもね不思議なことにいや不思議ではないのかもしれませんがお父さささんんんんと妹さんは年行さんに少ししも気がつきませんでしただから敏行さんがお茶の間から消えてから「何やってんの?」 お前大丈夫かというようなことを妹さんとお父さんはお母さんに言ったお母さんの方は今敏行きがここに来てというふうに2人に説明したけれどもなかなか信じてもらえなかった敏行きさんがお父さんとお母さんにいやあの時本当に自分はトイレでふーっと意識が暗くなって気がついたらこの家に戻ってきてたんだお母さんと話したんだというふうに言った。 それでお父さんと妹さんも初めてお母さんの言うことを信じたとのことなんですよ。いや面白いですね。生き漁には違いないんですけど生き漁が実家に戻ってまあね言い方悪いですけどお母さんに泣きついてでまたあの元の場所に戻った。でもねそこでお母さんにこうね こう弱いところをね見せることができた弱音を吐けたねでこれがとても良かったんでしょう,、ね、うん多分ねこのね自死してしまう方というのはねあまりにも悩みが深くてねこう視野が狭くなってしまう本当はねいろんな方に悩みを打ち明けたりねなんならその場からね逃げちゃったりすればいいんです。でもねねそういういことが、ね 思いつけなくなっちゃってるんですね。自分で自分を追い込んでしまっていて。で、彼も自分で自分を追い込んでこう。トイレの個室でいよいよ追い詰められて、もう気力もね。尽き果てて本当にもしかすると、まあそこで首かなんかつって亡くなっていた可能性だってあるんですよ。でもね、息量を飛ばせて良かったですよね、えー。おかげでね。あのちゃんとその後元気に？えー まあねお元気に、まあ、大変でしたけどいろいろありましたけどでもまた違うお仕事で頑張って、えー、私よりもね2つぐらい上なんじゃないかと思うんですけどねあの健康に過ごしてらっしゃいます。こんなお話を聞きましたいやまあ確かね ちょっと前に話した話で「遠距離恋愛の彼」っていうねこの川名階段の中にお話あるんでまだあのご視聴されてない方はぜひ探してみてほしいと思うんですけれども遠距離恋愛の彼もまああ生き量じゃないんですけどあれはね血はつながってないけどやっぱりね強い心と心の結びつきがねあってまあね婚約者さんとかねうーんあとはまあそうですね なんで分かったっていうタイトルでねやっぱ川名階段にも入ってますねあれはあの京都の方のお話でお母さんと息子さんの話ですねちょっと今回のと似てるけどまあ生き量とは違うんですけど、うん、一種のテレパシーみたいなねそういう話とか肉親の話が多いかなとは思うんですけどそうとは限らないですね親友同士であるとか恋人同士であるとか。 まあ場合によってはねねなんか「さよならみかん」とかね猫でしたよね猫と飼い主とかねやっぱりこう強くなんでしょうね心と心が結びつき、まあ、結びついてるというか惹かれ合っているというかやっぱりもしどちらかが亡くなったとしたら心残りが、まあ、双方にあるであるとかね うーん年之さんのお母さんは年之さんのことが可愛かったんでしょうねあの子どうしてるかしらとかねよく考えてたんでしょうね私もねうちの息子のこととかねよく考えちゃいますもんね、はあ、どうしてるかなとかね寒くないのかなとかちゃんと食べてるかなとかねまあなんだかね心配してるもんですよ急にね出てきたらびっくりしますようわあ何があったんだって思いますよね そういう話です。